こんばんは、カツノリです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはエビフライです。小エビとまでは言えへんのかな、あまり大きくはないですけどね。エビフライですね。エビフライ2、4、6は10本ぐらいかな。2、4、6、10本かな。小エビの天ぷら10本です。で、千切りキャベツですね。千切りキャベツ。で、湯豆腐。あと、白菜を今煮てます。くたくたになった柔らかい白菜が好きなので、今しっかりとだしで白菜を煮てます。中は真ん中の葉っぱ4枚分ですね。肝心の体重上がっていきます。今日は便秘が解消して便通がありましたけど、快便とまではいきませんね。直腸部分だけちょっと出たぐらいで、上行結腸、横行結腸、下行結腸にはまだだいぶ便が残ってます。体重55.8、200g 減ってますね。体重55.8、体脂肪率12.2、基礎代謝1319、内臓脂肪レベル3、筋肉量46.4、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。もう一度、体重55.8、昨日より200g 減ってます。体脂肪率12.2。エビフライ10本、湯豆腐、千切りキャベツ、白ご飯、それに白菜です。今日は本当はスクランブルエッグをサムネイルにするつもりやったんですけど、エビの差し入れがあったのでフライにしてくれたようです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。